かで発売された美少女ゲームの RTA。 始まるよ。早速スタートと行きたいのですが、このゲームを知ってる方は少ないかも。知らない。ということでまずはこのゲームの解説をば、わしは美少女写真館博士だという方は飛ばしてね。これはセブンというメーカーが1988年10月25日に発売した非公認ファミコンソフトです。ちなみにセブンというのはパソコンメーカー、ハードのゲームを移植していた会社です。これももともとは PC88 と MSX2 のゲームでした。本ゲーム、無許可で売られたということもあり入手方法が通販などとなっております。また、ディスクの形も正規品とは違います。これがまたアングラ集がして、たまらねえぜ。お次は肝心のゲーム内容の解説です。これは非常に珍しいカメラを題材としたゲームとなっております。まずはカメラを選択します。どの難度でもご褒美グラフィックは同じです。バカキョンカメラとか皆さんはわかりますかね？いわゆるコンパクトカメラのことだよ。その次に現在の状況に合わせてシャッター速度、絞り、ASA 感度を選択します。そしてこれが正解だとご褒美画像が出る、そんなゲームとなっております。なお、本 RTA はなぜか先駆者様がいなかったので勝手にレグを決めさせていただきました。計測はスタートを押したとき、100% レグなのでストップは隠し画像が出た瞬間です。なお、隠し画像は全員をプロカメラでノーミスで撮ることが条件となってるよ。それでは早速始めていきましょう。はい、用意スタート。まずは B 面をセット、ディスクだからロードも。一応説明するとディスクシステムはファミコンの周辺機器ですよ。ここでリセットボタン、仕切り直しじゃあ。今の動作をすることで今後ディスクを入れ替える必要がなくなるのです。この技を禁止にすると再送の度に電源つけ直すことになるから許して。仕切り直してスタートです。一番手は、みなセイク姉貴です。カメラをプロでシャッターを入って、ネジにも見せてみよう見せて、ASA感度は100。という感じで進めていきます。RTA だからね、仕方ないね。金塊マーク発動。今のように危ないシーンはみんな大好き金塊マークで隠しますね。金塊マークを知らない人はパパとママに聞いてみよう。なお、このゲームを生放送でやったらバンされました。気をつけようね。そういえばゲーム内の右枠には細かいプロフィールがあるのですが、スリーサイズや身長などはいいとして、血液型の RH まで必要ですかね。でもこの世界は広いですからね。もしかしたら血液型フェチがいるかもしれません。ということで気になったので Twitter でアンケートを取ってみました。すると、48人中7人が正直興奮すると回答、意外と需要はあるようですね。まあ、それは置いといてこの RTA のコツでも、それはとにかく覚える、ただそれだけですね。何回 A ボタンと下ボタンを押すかを覚えておきましょう。それでいて確実に入力を。短いゲームなので、1回ミスった気がしたらすぐに再送しましょうね。それにしてもこのゲーム、カメラに詳しい人が遊んだらかなり楽しめそうだと思いませんか。光源や場所からカメラの設定を推測するのとか絶対楽しそう。私は何にも知らないミソッカスなので全くわからないけどね。ということでもう本 RTA の終わりが近づいてまいりました。だいたい予算が4000円ほどあれば買えるので、気になった人はぜひ購入してみてどうぞ。でもオークションなどには偽物やコピー品が大量に出ているので気をつけようね。よし、じゃあぶち込んでやるぜ。最後の一発くれてやるよ、ほら。まあ、ザ・エンドってね。お疲れ様でしたってね。はい。でもここで終わりじゃないよ。非報奨の文字が出たらリセットだ。ということで隠しグラフィックが出たここでタイマーストップ。完走した感想ですが、非常に斬新なゲームで面白かったです。カメラゲームといえばポケットカメラなどがありますが、全く別で斬新だと思った。なおこのゲームは約20日後に続編が FC で発売されていたりもします。PC 版はもっと種類があることからも非常に人気ソフトだったのでしょうか。そちらの副題はムービングスクール、その名に恥じない動的な被写体が特徴です。とりあえず本 RTA はここで終了の前に5つお願いがあります。このゲームを発売したセブンには2つのみ発売ゲームがあります。
それがパズルワールド、アダルト編、とヌードランナーという名前です。もし情報を持っていらっしゃる方がいましたらぜひお知らせをなしゃすセンセンシャル。あと私と非公認ソフトについて語り合いたい人は至急メールくれや。こんな変態王子とクソ遊びしないか。では、ここでおしまい。最後までご視聴。ありがとうよ。